わあどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。今回はですね、コメント欄で時々来る参考書の紹介をお願いしますということで、もう大学受験なんて何年前よっていうことなんですけれども、まあだから今回はですね、パンチパンダさん自身の知識ではなく、もう完全にもういつもよりすごいよ、ネット記事ガン見どころじゃないよ、ネット記事音読していきたいなと思います。異論は認めない。苦手な人向け100ページ以下の薄い基礎の参考書、14問題集、英単語システム、英単語ベーシック、システム英単語シリーズの初級編です。厳選された単語ばかりで無駄が少ないのが特徴です。聞く単リーディングエントリー2000、単語を長文の中で覚えることができる構成となっています。単語の羅列だけを覚えるのが苦手だという人には合っているでしょう。英文法語法スピード攻略10日間、完全に初心者向けというものではありませんが、受験生の盲点をついた内容となっています。長文問題集、レベル別長文問題集、レベル別に分けられており、また一冊が薄いのですぐ終えることができます。また自分の実力に合った問題集を解くことができるので挫折しにくいという特徴があります。英文解釈、英文読解入門、基本はここだ。英文読解の基本が書かれており、この本を一読すれば大抵の英文は正しく読めるようになるはずです。英作文、欲張り英作文、文法の問題集を一通りやってもなかなか英作文を書こうとすると表現が出てこないという人におすすめな一冊です。でまあ次がそんなに苦手でもないよっていう、まあ普通かなぐらいのレベルの参考書です。英単語、システム英単語、システム英単語ベーシックよりも一段高いレベルの単語帳です。ユオ3.0、 短文が与えられていて、その中で単語やフレーズを覚えることができます。聞く単リーディングアドバンスド6000、聞く単リーディングシリーズの上級編です。速読英単語1必修編、このシリーズも長文の中で単語を覚えていくコンセプトの単語帳です。話題別英単語銀河メタリカ、一般的な単語帳ではカバーしきれないような専門分野について品質の単語をまとめた単語帳です。英文法アップグレード英文法語法問題、豊富な問題量が揃っており、英文法だけではなく語法や熟語から会話や発音問題まで含まれるので、この一冊をしっかり習得すれば大抵の大学入試問題に対応できます。ネクストステージ英文法語法問題サードエディション、こちらもアップグレードと似た文法問題集で、長所を挙げれば網羅性に優れている、短所を挙げれば問題量が多くて挫折しやすいといったところでしょうか。よくわかる英文法、説明を聞けば分かっても、いざ問題を解こうとすれば解けないという問題を持つ人におすすめの一冊です。英文法語法のトレーニング2演習編、本書は文法問題集の中では最もレベルが高いものの一つです。総合英語フォレスト、解説が詳しく分業もそれほど多くないので受験生に定評があり、学校で配られたという人も多いのではないでしょうか。長文問題集、やっておきたい英語長文、本書は語彙数で分類されている長文問題集です。レベル別長文問題集、初級編でもご紹介しましたが、中級レベル以上の人は3以上のものを解いてもらう形になります。英文読解ポレポレ英文読解プロセス50、英文読解の問題集ですが、ページ数はあまりないので比較的早く一周することができるでしょう。構文解釈のプラチカ、本書はそこまで難問が揃っているわけではないので、偏差値60前後の大学を狙う場合に適していると言えます。英作文ドラゴンイングリッシュ基本例文100、実際の英作文問題で出てきそうな問題が出題されており、実践的な問題集です。減点されない英作文、英作文は自分で学習するのが難しいと思いますが、本書は受験生が間違いやすいポイントが解説されており、参考になる知識がたくさんありますということで、他にもいろいろとあるんで、ここに載っているんで、まあ概要欄にこのページのリンク貼っとくんで、もしよかったら参考にしていただければなと思います。参考書だけに、まあただこういうのがありますよ、いろんなものがありますよということで、まあ多分ね、受験するときはやっぱり一冊をねすごい使い回した方がいいと思うので、効率が多分そっちの方がいいと思うので、本屋さんとかに行って、まあ実際に中見てみて、自分のレベルにすごい合ったものを使えば使うほど成績はすごい上がると思うので、自分に合った参考書を見つけるっていうのは、まあ結構大変なことかもしれないんですけれども、まあ最初だけなんで頑張っていただきたいなと思います。そしてね、なんか多分受験生の中でいると思うんだけど、なんか参考書マニアみたいな、なんか参考書すごい好きになっちゃってさ、いろいろ揃えちゃうような人いると思うんだけど、やっぱりね、一冊を使い切った方がすごいいいと思うんだよ。なんかもういろんなものを、いろんな参考書をね手にしてやってる人もいると思うんだけれども、なかなかそれはね、あんまり効率のいいものではないんじゃないかなと思います。ということで、はい、パンチパンダでした。もしよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ高評だったらまた次数学とかやると思うんで、もしよかったらね、高評価お願いします。ということで、はい、パンチパンダでした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。頑張って受験生ということで、お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バッ。